手笛奏者の中島拓さんです。どうぞ。はい、どうもこんにちは。手笛奏者の中島拓と言います。今日はどうぞよろしくお願いします。この名前の通りですね、こうやって手を組んで手に空気を入れて音を出して演奏する音楽なんですね。これぞ本当のアコースティックという音楽となっております。すごく細かくこの指がこういうふうに動いてるんですけど、あれでメロディーというか音階をつけてるんですか？それとも口笛みたいにこうでこう手の中に空洞を作るんですよね。その空洞を徐々に狭めていくことで高音出したり低音出したりして、音階を作ってるんですね。なので完全に手だけを使って音を出してます。おー、なるほど、そうなんですね。じゃあ細かい動きがちょっとでもずれると音痴な人になっちゃうってことですよね。そうなんですよ。そこがすごく難しいところなんですよね。ちょっとそこもぜひ注目してみていただければなと思います。ヒーリングでしっとり聴くこともできてですね、そして目で見て驚くこともできる新感覚の音楽となっておりますので、ぜひ皆さん見てください。どうぞよろしくお願いします。どうぞ。でしたか？なんかただ聞いてでもね、心が洗われるような気持ちになるんですが、あとこの微妙なこの細かい動きによってその音階がね、あれだけ変わるっていう、その技術もすごいですね。はい、手笛奏者の中島拓さんでした。